福村俊明10月2日から1944年5月15日は日本の海軍軍人海兵54期卒戦死による二階級特進で最終階級は海軍少将熊本県出身1905年10月2日福村宇吉の次男として生まれる中学祭最高の出身で林正義は同級生であった後林と共に 大司会の結成に加わる。1926年3月、海軍兵学校卒業。1927年10月、海軍将尉に任官。1929年11月、海軍中尉に昇進し、第一県外艦隊司令部付となる。1930年4月、霧島の陸組となり、出雲の陸組第5奥地区付波風の陸組 第3艦隊司令部付、常磐乗組、畑乗組を歴任。1932年12月、海軍隊員に進級し、運用術練習艦航海学生となる。1933年5月、以後第62潜水艦乗組となり、以後第71潜水艦、以後第69潜水艦、以後第1潜水艦、野島の各航海長などを経て、 1938年6月、駒橋分隊長に就任。同年11月、海軍少佐に進級。1938年6月、旅行第34潜水艦乗り組みとなり、第3潜水船隊参謀を経て、1941年4月、第6艦隊参謀に就任し太平洋戦争を迎えた。1942年11月、 以後第159潜水艦長に展九1943年2月、以後第27潜水艦長に移動。同年11月、海軍中佐に進級。インド洋などで通称破壊任務を遂行した。1944年5月15日、インド洋で戦死し、二階級特進で海軍少将に任ぜられた。通称破壊任務だけで二階級特進したのは福村。 のみである。林正義、5.15王事件新人物往来者、日本陸海軍総合辞典、署名簿大卒会メンバー昭和20年11月14日付、海軍事例広報校第1982号。事例広報が発行された日付が示す通り、戦後になって進級が認められたものであるため、1945年4月の全軍復刻はあり得ない。 ありがとうございます。